とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、古代狩り5周、やっていきたいと思います。難易度は下げてからの5周だね。どういう黄金装備が出てくるのでしょうか。まずは、78%、1.3 人に行きます。まだハテナのやつが、あと2体いるもんね。出てきてくれれば嬉しいな。やば、間違えた。プラス25で来てしまった。まあまあ、とりあえず25で行ってみましょう。一発目はね。二発目は、ちょっと普通の、難易度低めのやつで行きます。普通のっていうのが意味わかんないよ。よっしゃ、一発目の、毒殺剣、どうだ。外れか。なんか幸先悪いな。幸先悪いな。まあまあ、宝箱がね、多めにあって、この洞窟が3つだったらば、いいんだけどね。外れ3つで。古代人3とか4だったらめちゃくちゃいい。あ、でもいい感じかもしんないよ。3つあった。おっと、来た。ここはさ、あれだよね。不死身のやつだよね。まあまあまあ、なんか、ここの階段のところに、はめられるっていうコメントあったな、そういえば。まあとりあえず、雑魚を倒さないと、どうしようもないからね。まずは雑魚をなんとかしましょう。はい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 。わかってる。わかってるよ。よしよしよし。とりあえず、何にせよ、輝きがついてんのね。オッケー。来なさい。やってやるから。よし。とりあえず、雑魚を、全部倒してしまえば、なんとかなるって、これなんか、えらいな状況やぞ、これ。大丈夫か？大丈夫じゃないよね、これ。あ、倒した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 、やったやった、爆発でやった、やった、爆発でやっちゃったよ。いい感じ。あったぞ、出口。でも、まだね、横にありそうなのよね。でも、宝箱の数が、結構残ってるから、おそらく外れなの。これは、まあ一応見には行くか。見に行ってみるか。一応ね。あ、この上だけか。どうせ外れだけど。うわぁ、うわ、めっちゃやりにくそう。残念。なかったね。チェストの数25の25、シークレット33。一体だけだったか。まあまあ、とりあえず今日はこれじゃなくって、5周やってみるっていうやつだから。間違えた。一発目で結構時間食っちゃったな。でも残り4周頑張ります。4周する前に、まずは、これを見とこう。おお、すげえ、いっぱい来た。トゥルースシーカー。あ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。ん？8召喚か。吸血ついていいのよ。吸血と、クリティカルでいい。衝撃波か。まあ、買ってていいよね。買ってていいぐらいの、素晴らしい性能だと思う。で、輝くローブ、いや、良くない。これは良くなかった。こっちも、いまいちですね。トゥルースシーカーだけ、買います。お買い上げ。次。よろしくないです。次。これも、おっと！あ、違う、ハープかと思った。ハープかと思ったよ。はい、次。全部ノーマルだね。はい。では、次は間違わないように、4周いきまーす。おーし、4周目めちゃくちゃいいよ。チェストの数、7。これは期待できる。7は期待できる。よーし、装備品変えていこうか。
火力が高いやつ、ブロードソードで、いきまーす。あ、ただこれ回復しないか。あ、いや、吸血ついてる、吸血ついてる。ここもね、衝撃波ついて、むちゃくちゃ普通に行ったら強いんだよ。17にすると弱いね。よっしゃ、成長するスタッフ、ありがとう。お、まただ。また来た。にじみ出る恐怖だっけ、あのスライムのやつね。よしよしよし、いい感じだよ。はい、行きなさい。あー、お、ちょっと待って、結構減った。ちょっとやばいぐらいまで減ったぞ。あぶねあぶね。でもまあ吸血だからね、吸収します。オッケー、次行こう。まだまだ出そうな気がするぞ今回。次はここか。なんかもうちょっと違うとこがいいんだけどね。でもまあ出てきたことにね、文句は言いません。おっしゃー、冬の指先。さあどうであろうね、いいスキルがついてくれたらもう採用なんだけど。おお、トゲいった。トゲめちゃくちゃ痛いな。またここか。まあいいけどまあいいや、とりあえず倒しましょう。ここはスパイダーマーとか確か出ないもんね。ああ、おい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 、このレベルで死ぬなよ。いやー、これプラス25で普通に飛び込んでいったら即死だね、間違いないわ。またここ、ここばっかりじゃん。いやいやいや、違うとこでもよかったんだよ、ほんと。まあ、愛のスペル棒か。いらないな。もうちょっと、なんか実用性のあるやつが良かったな。いや、わからんよ。もしかしたら強いかもしれんからね。それでは、2周目終わりました。見ましょう。おっと、いや、良くないな。良くないね。魂ローブも良くない。斧良くない。惜しいな。ユニークはなんか今回よく出てきてくれる気がするんだけども、スキルがね、そこなのよ、問題は。はい、良くない。入れませんね。おっと、いや、ダメ。はい。2周目ダメだね。はい、3周目いきまーす。よかったー、3周目ゼロかと思った。あぶねえ。絶対ゼロと思った。オッケー。ああ、おい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 。え？え？どこ行った？ああ、びっくりした。びっくりしたー。消えたかと思ったー。よかったー。3周目、残念ながら、1回だったねー。さあ、どうでしょうか。次。ないね。なかなかないね。あ、今回全部ノーマルかもしれないぞ。あ、全部ノーマルか。いまいちですね。では4周目いきましょう。4周目。1回目はここ。なんだったっけ？敵の名前忘れた。でもまあ、なんでもいいっす。足の魔法使いか。普通に戦うとこれきついない、絶対。これ、どうやって普通には倒すだろう。ちょっと難しいね。まあ、この辺に隠れながらかな。まあいいや、次行きましょう。それでは4周目終わりましたね。どうだ？よろしくないね。次は、クールダウンについてる。昔だったら喜んでたろうね。でも今はもう一つで十分なんだ。はいはいはい。ダメだね。よし、では、最後、いきます。5周目、終わりです。5周目ゼロだったね。一体もおらんかった。もう最悪だわ。
一体もらんかったら結構ショックよね。ダメ。ノーマル品ばっかりだな。いりません。いやーダメ。ダメだ。黄金スパイダーと思ったんだけどね。ポーションバリアはいい。ポーションバリア。でも、黄金スキルが、これだよな。ペットが強くなるやつ。これじゃダメ。だし、クールダウンが一つもない。と、変更がついてない。ダメ。これ不採用です。いや、でも、欲しかったな。欲しかったな。で、他は、ないね。いやー、クソ、惜しかった。まあいいです。まあいいです。見てみましょう。今日取ったやつはこれだけでした。少ないね。9個。ちょっと、いつもよりも3、4個少ないね。では選別します。いりません。これもいりません。で、でも、ユニーク品多いよね。ユニーク品は多いから、いいよ。愛のスペル棒。どうだ？いや、よくない。よくない。で、次。いや、ないね。まず、クールダウンがついてないからダメです。はい。冬の指先。はい。いやー、毒の方2か。いやー、マルチショットがない時点でダメでしょう。ダメ。では、ダイヤの剣。吸血2か。で、重力。重力爆発。追い打ちか。悪くないかもしんないね。でも吸血2か。そんなに回復しないな。回復しないね。まあまあ一応取っときましょう。で、トゥルースシーカー。あ、これは買ったんだ。買ったんだね。蜂がついてて、吸血、クリティカル、衝撃波で。これはちょっと使ってみる価値があるね。では次、成長するスタッフ。見てみます。雷2か !2 かよ。クリティカル爆発。爆発でも、重力でもいい。稲妻2か !2 ですか。まあ、悪くはないね。悪くはないね。輝き、クリティカル、で、爆発か、重力選べるから。いいとしましょう。まあ、今回少なかった割には、3つ保留ができたので、よかったです。それでは、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。